はい、今回はですねニュースなんですけど、ようやくねこのマイクロ SD が 2TB にね届くというニュースが飛び込んできましたよ。で今ねスイッチで 1TB で使ってますが、残り 100GB をね切ってしまいました。やばい、どうなっちゃうと思っていたんですけど、まあ 2TB あればね2倍に拡張されますんで、これでまた一安心といったとこなんですが、まあスイッチのね弱点ってなんだかんだ自分はねこのストレージだと思うんですよ。据え置き機ならまあ簡単にね、ハードディスクとか SSD とか拡張できると思うんですけど、外付けでね、こちらはなかなか、スイッチはこのマイクロ SD でやってるんでコスパが良くないんですよ。高い。 1TB もねなかなか安くならないなといった感じがしますけど、なんかねバルク品かなんかは9000円ぐらいであるっていう話なんで、そうなのかなと。時代が変わってたんですね。自分これね2万6000円ぐらいで買った記憶があります。でまあストレージの話が出てきましたけど、もともとねスイッチではここにねハードディスクとか SSD とか、まあメモリースティックとか、よくわかる、メモリースティックじゃねえか、メモリー、なんつだっけ、あのスティックのやつ、USB メモリーとか、ここにね挿して運用すると思ったんですよ。ここね特にアップデートでね USB3 までなるように設計されていたんですが、どうもねこちらね新しい有機 EL のスイッチですよ。有機 EL のスイッチの方を見るとなくなっちゃってるんですよね。なくなっちゃってます。代わりにあの有線 LAN のね LAN ポートがついてますけど、ここにあった USB のねこの 3.0 になるであろう端子が削除されちゃったんで、もうおそらく外部ストレージに関して言えば断念というかやめちゃったのかなというのがあります。そこねちょっとねぜひねやってほしいなというのがあるんですよ。これね、なんていうのかな、個人的にこれだって今だって 2TB なるのにまだ来年ですよ。来年、今年じゃないで、多分出てもくっそ高いと思うんですよね。下手したら10万からスタートとか、安くてもどうでしょう、5万でいくかな、全然予想できませんけどね。でしばらくこう生産続けてどんどん売れていき、まあ量産効果というのかな、少しずつ安くなってくると思うんですよね。なので実際に手に入れるまでにはちょっと時間がかかりそう。ただ今まで全くなかった 2TB がねいよいよ見えてきたっていうのは一つのね巧妙というのか、いい兆しだと思うんですが、自分のあの 100GB を切ったという状態はもうどうにもならないといった感じです。いや削除すればいいじゃんと思いますよね。で削除してもいいんですけど、やっぱり面倒っちいんですよね。あ、やろうと思った時に再ダウンロードかとか、そういったことが起きると異様になんか萎えちゃうというか、やりたい時にさっと出せた方がいいのかなと思うんで、とりあえずね1テラまで拡張してきましたけど、いやしばらく2テラないなと思ってたんですよね。で実を言うと多分ダウンロードのね容量は自分も1テラ超えてるんですよね。1テラ超えてます。でどうやってるかっていうと、スイッチライトを2台目のスイッチにしてあって、そちらにねダウンロードしたんですよ。だからトータル合わせるとって変ですね全部合わせるとおそらくね 1.2TB ぐらいあると思うんですよね。そう、今はこう分離してやってるんですよ、うまく。であっち側にも1テラ積んであって、いや違うな、512かな、512積んであって、
まあ、とりあえず今 1.5 テラバイト方式でやってます。まあ、最悪ねスイッチライトを1テラにしてトータル2テラで、まあ、アカウント内ですけどね、同じアカウント内でギリギリ、これ最終的におそらく1枚にできると思うんですよ。あの再ダウンロードすればね、再ダウンロードすれば1枚にできると思います。 2TB の SD カード、マイクロ SD に、ね、できると思いますんで、まあ、今のところね分けて運用しちゃってるんですよね。まあ、この辺ちょっとスイッチの弱点なんですよ。いや、こんなにやってる人あんまりいないだろうという気もしますけど、まあ、中にはいると思いますよ。ダウンロード版オンリーで運用してるって方はおそらくもうカツカツになってると思うんですよね。やっぱりね、外部ストレージですよ、スイッチにも。まあ、これ何でもいいんだけど、これ SSD ですけど、ここにね、これ挿して、よいしょっと、こうして、これでよ、こうよ。で、ここにね、データをね、入れておくと。入れておくの。ゲームデータです。セーブデータは絶対スイッチ本体なんで、ゲームデータですね。ゲームのソフト、アプリ、こっちに入れておくと。あ、入れておくって言っても、やりたい時にできないんで、なんつうのかな。あんまり使ってないなというやつを、こっち側に送り込んでおいて、じゃあ、再ダウンロードと変わんないじゃんって気もしますけど、やっぱりね、手元にあるっていう安心感があるんですよね。手元にある安心感。なんかダウンロードだと、まあ再ダウンロードは配信停止のやつも確かできたような気がするんですけど、まあもしかしたら完全にいなくなっちゃうかもしれません。再ダウンロードもできなくなっちゃうかもしれません。まあそういった意味で手元にある安心感っていうのがあって、あとやっぱネットワークを返さなくていいじゃないですか、いちいち。だから、まあ買ったソフトはね、ここにガッと一回入ってて、で使うやつをね、常にこっちに入れといてね、スイッチにね。ああ、もうちょっともうしばらくやんないかなっていうやつをこっちに退避しておくという使い方がしたいなと。今のところそういったシステムはね、開放されていません。まあいろいろとね、コピー問題とかがあるからなのか、そういったものがね、採用されていませんけども。まあね、ここでカットされちゃったんで、そういった野望はついえちゃったのかなって気もするし、いや、ここの USB2 でなんとかなるぜなのかもしれないし、よくわかんないですけど、いずれにしてもね、こういったシステムあってもいいんじゃないのかなって思うんだけど、やっぱセキュリティだったりね、改造問題があるのか、全部こういったソフトのアプリの管理はね、任天堂のeショップなのかな、ショップじゃないのか分かんないけど、サーバー側でね、管理してるといった感じになってます。いやー、でもね、とりあえず2テラが出てきたっていうのは一つの明るさがあるかなと思うんですが、実際今皆さんね、容量どのくらい使ってるんでしょうかね。まあいわゆる積んでないけど、ダウンロードしたままってやつもいくつかありますよ。オープニング見て終わっちゃってるやつとか、ありますんで、まあ、いわゆる積んでるんですよね。でもなんかセールがあると思わず買っちゃう。Steam とか。Steam はハードディスクだからね。まあ、容量が無制限じゃないけど、いくらでも最終的に拡張できるし、なんとでもなるんですけど、スイッチって限界があるんですよね。現状 1TB がマックスなのかな。なんで、そういった意味でね、不安との戦いですよ、今。この中ね、もう残り100ギガ切ってて、この間ちょっとね、またソフトダウンロードしたから、80ギガバイトぐらいになっちゃってるのかな、といった気はします。いやー、だからね、こういったシステムがあったりするといいのかな、っていう気もするし、現在はもうオンラインで管理する時代だから、こんなストレージをね、ぴょろぴょろ出すとなんかっちょ悪いという人もいるかもしれませんけど。どうですかね。いやー、これはね、おっさんだからかもしれませんけど、なんかこう手元にね、置いてないと不安っていうのもあって、
あとやっぱりオンラインを返すよりは素早くねスイッチに転送できると思いますし、 Wii のようにねもう完全に再ダウンロードも不可能になっちゃった場合、まあ自分のねストレージからバックアップ、呼び戻して、本体に出せるというメリットもあるんですが、まあこれはね、まあ、メーカーがこう得するのかというと何も得がないので、おそらく古いものはだんだんなくなっていってしまうという、まあダウンロード版のね悲しさですよね。まあダウンロードがいいといえばいい面もありますけど、やっぱりね手元にあるという安心感ってありますよね。ということでいよいよね 1TB を超えて 2TB が登場するという話と、スイッチドックにねストレージ機能をつけて、そちらにねソフトをバックアップできたらいいなぁというね、スイッチドックストレージ計画のお話でした。ではまた。